TV の俺はヒデです。どうも、マシロジャンネルです。お願いしま す。はい、やってきました、長平ハウスということで、ちょっと僕今、はい、YouTube 片足の小指突っ込んでる状態なんですけど、はい、まだプロフィールに載ってましたね。はい、はい、なので全然わからないことだらけで、はい、そのコロナの前からずっと前から、まあ、YouTube 見始めるようになって、大井さんの動画もかなり、はい、見ていて、で思ったのが、はい、僕が一番好きなのシリーズがグローブ紹介してみたシリーズで、はい、新しい系の、はいはい、好きで、それで、いろんな、それこそ革命グラブとか僕持ってるんですけど、はい、そういうのも大井さんの動画見て買ったんですけど、そういう情報とかから仕入れてくるのかなっていう情報っすか、はい、新しいグローブとか。そうです。でもあれじゃないですか、メーカーによって出す時期って決まってるじゃないですか、はい、春と秋、はい、大体そこでもうシーズンで出るのは分かってるんで、はい、その時に SNS チェックして、あ、まあ、撮影していいですかっていうのと、はい、逆に今度行った時に気づくのもあるんですよね、うん、あのお店行って、あ、入ってますね、撮らせてもらっていいですかみたいなのを、あ、なるほど、半々ぐらいですね。これなんか SNS 見てて、はい、できて、あ、これ面白そうだなと思って、はい、行った時に撮影するのか、うん、たまたま行ったら入ってたから、ちょっとこれ後で撮らせてくださいっていうご報告です。まあでもアンテナは張ってますね、常に。ああ、やっぱそうですね、はい、多分あの翔平さん野球とかあんま詳しくないので、そこを僕がやっていかないと、はい、確かに、まあ、分業というか、はい、野球が下手なのにそっちでちょっとやっていかなきゃなとは思ってるので、モニスライダーとヘボキャッチャーのコンビになって、野球道具はでも毎年新しいの出るじゃないですか、はい、だからもうその情報っていうのは、はい、もういくらでも出てくるんで、はい、そうですよね、どんどん新しいのは攻めた方がいいというか、うそう、ね、取材というか、まあ、撮影というかはやった方がいいですよね、はい、もうちょっと常にアンテナそう、アンテナは大事ですね。であと聞きたいのが、はい、あの今コンビでやられてるじゃないですか、はいはい、なんかそれで大変なこととか工夫してることとかっていうのがあったら、コンビで、はい、はあ、それは翔平さんと、翔平さんとの、まだ全然、僕なんか本当に小指の指先ぐらいで、はい、あれなんですけど、まあ、今後、今はもう一人 で、まあ、編集できるようになったら、はい、まあ、自分でも、まあ、翔平さんのさらにもっとお力添えができるのかなっていうのもあるので、はい、なるほど。難しいですよね、そのリーダーがいて、はい、補助に入るのか、それとも両方がリーダーをやるのかみたいな。いや、多分補助ですね。補助ですか。はい、だからボナールチャンネルさんとかは、はい、まあ、両方がメインじゃないですか。で、うちはどっちかっていうとリーダーっていうか、まあ、その自分にいる人がサポートで入るみたいな感じなんで、はい、そのタイプじゃないですか、はい、このチャンネルでいくと、はい、だからやっぱそのリーダーの意見を聞くというか、はい、リーダーがどういうチャンネルにしたいかっていうのは大事じゃないですか、はい、そこにどうサポートできるかっていう、なるほどですね。だからそのリーダーがしっかりしてくれるとやっぱりついていこうってなるじゃないですか、まあ、リーダーはもうすでに実験してるのか、ね、あ、してるんですね、はいはいはいなるほど。たまにキュンですとかずっと言ってる時ありますけど、あ、はい、でもそうですね、意識することはちゃんとコミュニケーションを取る、はい、あの思ったことがあったり言うとか、はい、それじゃないですか。なんかそのままこうもやもやしたまま作っちゃうと、はい、なんかそういう動画かよみたいになっちゃったりするんで、うん、なんかこういうの作りたいんですけどとか、これどうですかみたいなのは結構もう自分のしょっちゅう連絡でやって、ここはこうした方がいいとか、なるほどです、こうした方が分かりやすいんじゃないかとか、うん、そういうのはやってますね。常にこうコミュニケーションを取るっていうのは、はい、まあ、僕がそのレベルまで行くのがまずは条件ですけど、あ、でもコミュニケーションはでも取った方がいいですよ絶対、はい、そうですね、夜中に電話はよくかかってくる、あ、音なるほど、それは編集とかで、そうです、とか予定とかあで電話かかってくるのですごい嬉しいんですけど、はい、お酒飲んだ後に電話かかってくると僕もやばい電話かかってきた、出てそそしないようにみたいなのがあるので、なるほど、結構飲み潰れちゃうので、はいはい、まあでも24時間ありますからね、はい、出動というかその仕事というか、はい、でも家にいてもアンテナを張れるじゃないですか、はい、でそのずっとこう YouTube だけじゃなくていいと思うんですけど、はい、ちょっとのアンテナは張っておくといいですよね、面白いですよね、はい、まあ、今普通にサラリーマンで働いているので、はい、その営業なので移動中とかっていうのは、うん、いろいろ皆さんの動画見たりとかして勉強している段階ではあります、はいはいはい、なるほど、いいと思います、カメラで、はい、ただ携帯のデータ容量が持たないと、ああ YouTube とかで、はいはいはい、確実に20日間で20ギガ超えるので、ああで実は同い年なんですよ、ね、そうですよね、みんなも数日違いだと思うんですよ、あ、そうなんですか、68ですね、13なんですよ、近いですね、でちょうど、僕の誕生日の時にモンタナスポーツさんに行ったら、
はい、おじさんがいて、はい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 、でそこであの僕が無理やり友人にグローブ買わされてるのを、ああありましたね、畠山、畠山かキャッチャーミット、あなるほどなるほど、無理やりとか言っちゃってあれですけど、なんで以前から一応僕はおじさんのことを知ってたので、はいはいはい、まあ、イベントとかも行ったりそうですね、イベントはね、はい、はい、なのでまあ今後いろいろと、はい、おじさんにも学んでいけたらなと、はい、力になれればと思います、はい、はい、埼玉結構来るんで自分は、ありがとうございます。ちなみに翔太さんってどんな人ですか？どんな人ですか？それは野球とかですか？それとも性格とか全部含めてで、全部含めて、はい、そうですね。でもあの人は今仕事しながら動画とか作ってるじゃないですか、はい、自分もそれ昔やってたんですけど、はい、スタミナがありますね、うん、そうですね、はい、本当にそれは思います。やっぱ年齢いけばいくほど、はい、そういうのって落ちてくると思うんですけど、まあ、あの年齢でそれをできるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。いや僕もかなわないなと、あ、はい、やっぱ若い人の方が強いイメージあるじゃないですか、はい、で自分も結構体力自信あるんですよ、うん、けどやっぱ年齢いった時にその睡眠とか食事とか崩れてくると、はい、絶対翌朝に響くと思うんで、はい、そこをなんか頑張ってるところはすごいなと思いますね、うんうん、いやもうそこはちょっと僕も見習わないといけない、はいはいはい、でも無理しすぎたくないですけどね、はい、影響出るんで、あその言葉が回らないとか、はい、絶対言えるんで休憩は大事だと思います、はいはい、まあ、先ほどもちょっと僕言ったんですけど今、サラリーマンと並行してやってるんですけど、以前は、はいまあ、やられていたということで、はいまあ、その時に大変だったこととか、まあ、こういうふうに工夫したとかっていう点がもしあったら教えていただきたいな、はい、なるほど、はい、大変だったことはでもまあチャンネルのテーマとかあると思うんで、はい、いいと思うんですけど、うちはその時からなんか毎日投稿しようみたいなこと言ってたんで、まあ、そこの納期というんですか、はい、その夜までに終わらせとくっていうのは結構きつかった時もありますね。例えば金土日あたり、はい、やっぱりちょっと野球やってたんで、はい、それで帰ってきてからっていうのもなかなか辛かったもありますね、はい、その毎日投稿っていうところで見ちゃうと、はい、あと、まあ、それで工夫したのはでも当時からその、まあ、ゴリスポがサポート入ってたんで、はい、うんうん、忙しい時は前もって言っといて、まあ、そこもコミュニケーションに入っちゃうんですけど、はい、例えばこの辺多分忙しいからちょっと先にストック作っといてとか、あなるほどですね、はい、まあ、そういう、まあ、でも全部コミュニケーションになりますかね。あ、はい、まあ僕の場合だったらちゃんと翔平さんと密にコミュニケーションを取っておくのが、はい、まあ、工夫にもつながってくるのかなと、はい、まあ、時間ある時にしっかりとやっておくっていうのは、そうですね、はい、例えば今日みたいに雨で中止の野球が中止の時とかはチャンスじゃないですか、言ってしまえば、はい、まあ、1日空くと思うんで、うん、その時に、まあ、ちょっといつもより頑張っとくとか、うん、まあ、今日も自分この後多分やるんですけど、はい、ちょっと頑張っとくっていうね、うん、とくと平日楽になるかなとか。なるほどですね、はい、まあ、平日を自由に使えない分という、あ、そうですね、はい、はい、では本日は僕の大大大先輩の走れおいチャンネルさんに YouTuber としての極意を聞いてまいりました。翔平 TV の動画がより良いものにできますように私自身も精進してまいりたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。以上、本日はありがとうございました。ありがとうございました。走れおいチャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、インセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何仕様です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。